村田修一さん三塁線のゴロ、本当にこれ冗談抜きで、もうバットを振り出した瞬間から通っていくまで見えなかったです。もうギョーンって一気に行ったんですよ。それは言い過ぎやろ。ナミさん、ちなみに神宮球場での思い出ありますか？ナミさんはもう大学から、もう東京六大学で神宮でやってるし、でプロでもヤクルト来て神宮でやってますけど、何かありますか？これね、結構移籍、日本ハム、北海道日本ハムファイターズが移籍した時も結構記者の人に言われて、あの、今ナミさんどうですか、ヤクルト移籍して神宮庭に帰ってきたんじゃないですかってよく言われたんやけど、俺大学の時試合出てないから庭でも何でもないねん。出てないんすか？そう、大学の時4年生の時に、まあ、レギュラーというか出てたんやけど、それ以外出てないから特に神宮に対して思い入れも何もなくて。あ、そうなんですか。うん、ただのあの守りにくい芝の汚い球場やなと。いや、怒られるよ。本当怒られます、ね、移籍してからはあの芝変わってるし、なるほど、ね、広くなってるし、はい、それまで大学の時ってこれ分かる、確かに、いや見てる人で、あの神宮球場で試合した人っておそらく経験あると思うんですよ。分かりますかね、あのカチカチな本当コンクリートの上で野球やってる、はい、あのカーペットみたいな芝、はいはい、分かりますね、はいはい、でこれカチカチなんですよ。あの歯のスパイクってあるでしょ、歯のスパイク、あれでグラウンド立つと本当アイススケートぐらい滑っていくんですよ。本当に危ないし、でゴロ転がしたら全部ヒットなるし、で雨降ってる時なんか本当にもうカンってバンバンついたらもう100キロぐらい加速していくんじゃないかってぐらい滑るしっていう球場のイメージなんですよ。で野手として本当うわ絶対守りたくないわって大学の時思ってた球場ってイメージしかなかったから。でもちろんあのプロ野球入って、まあ、球場自体もちょっと広くなったし、芝も新しい、ね、いい芝になったしっていうのはまあ知ってたから、まあ、そこで移籍してあいい球場だなって、まあ、そのナイターとかデイゲームってなると神宮球場って、ナイターが多いですよね。多いですね。大学野球使うから、だからまああのね、屋外球、それまで屋内球場、ドーム球場が本拠地やったから、ヤクルトっていうのはまあ屋外で、夜、すごいなんていうか綺麗なところで野球やってるなっていうイメージだったから、まあそういう印象ですねっていうぐらいやったかな、神宮球場に対して。そうですね。うん、神宮はまあ客席で見る分にはすごくいいと思います。こう立地もいいし、こう行ったことあります？あります、あります。神宮球場でプレーされたことっていうのは、私プロの時に試合をで使わせてもらいました。あ、本当ですか？そうなんですね、はい、どうでした？いや、綺麗だし、あのでも外野が広いんで、あの抜かれたらめっちゃヒットになるじゃないですか。あそれがちょっと嫌だなと思いながら。あ、それはピッチャー目線で言うことね。はい、外野の後ろを越えたら結構長打になったら嫌やなって。でも芝が変わってたから、じゃあその前の時代だったらもっとこうランニングホームランとか打たれてたかもしれなかったんで。もうその前の芝で雨降ったらもうやばいですよ。はいはい、あ、そうなんですか。もう全部抜けていますよね、ジューンって。いや、本当雨降った日、本当野手は守りたくないですか。最悪ですね、内野手は。だってこうカンって打ったらもうここ通ってるんですもん、バンって。サードとか守ってて、本当にあのね、助っ人外国人のバッターが打席立ったら本当に帰りたくなりますからね。いや、僕だって一回村田さんいるじゃないですか、村田修一さん、うん、村田修一さんの三塁線のゴロ、本当にこれ冗談抜きで、もうバットを振り出した瞬間から通っていくまで見えなかったです。もうギョーンって一気に行ったんです。それは言い過ぎやろ。それは言い過ぎやろ。こう構えて、あれと思ったら村田さん走ってるから、あれと思ったらもう多分出てあれどういうことみたいな。じゃあまず剛がサード、神宮のサードで試合出てたってことの方が視聴あの見てるから、あ、マジっすか。ちょっと驚き。僕プロ初出場、ね、補足した方がいい。あ、プロ初出場サードなの？サードなんですよ。あ、そうなの、はい、僕外野のイメージ強いと思うんですけど、うん、僕プロ初スタメンは実はサードだったんですよ。あ、そうなの、はい、神宮、そのなんていうんですかね、プレー以外で試合を見に行ったとかって経験あります？神宮球場。はい、あります。どうでした？いや、もう気持ちいいっていうのが一番。やっぱこうビールで一緒。そうです、そうです。もうで応援しながらっていうのがもう最高です、ね、最高。だからあれが一番のなんですかね、醍醐味とそんなこと言ったらあかんな、あの神宮球場って本当にあのやるところじゃなくて見に行くとこだなって思う、引退して思うんですよ。特にあのスワローズ戦の外野席
がめっちゃ楽しくて。楽しいですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、外野席行ったことない。すごいファンの方もめっちゃアットホームで応援とかもめっちゃこうやりながらで、風もこういい感じに吹いて涼しい中でこういい雰囲気で応援できるみたいなのが。そうですよね、ライトスタンドですよね、はい、だから、はい、行ったことないんですよ、その雰囲気味わいに。ないないやろ、ないだからそういうとこやで。いやいや、だからさ、現役の時、ね、あれだけ応援していただいて、でだって神宮球場引退した後試合見に行ったことは。あ、1回ありますよ。1回あるんやろ、はい、それどこで見てたの。2階席です。バックネットの後ろでビール飲みながらもうこうやってあって飲んでたやろ。まだやる、まだやる。でそういうとこやねんって。だから引退したら一度やっぱみんなね、あの応援してくださってお世話になった方々と一緒にライトスタンドでヤクルトスワローズを応援する。ライトスタンドで絶対見てないから。いやいやいや、絶対見てないから。いやいやいや、これだけは僕ね、断固として絶対ないんですよ、ライトスタンド行ったことない。いやいや、俺結構神宮球場ね引退して見に行ってるんやけど、やっぱ誘われるもん。どこ、ライトスタンド。いや、ライトスタンドで見ましょう。いや、ほんとほんと。俺何だビール持ってライトスタンド一緒に応援しましょうよって誘われるから、ライトスタンドのちょっと横にで応援してる。近づいてはいるからね、うん、そうか。ちなみに甲子園のライトスタンド行ったことありますか。甲子園はないです。一回行ってみてください。なんで、はい、終わります。もうもみくちゃんされます。もみくちゃんされます。そうそう、はい、すごいですから。もうね、甲子園、ナミさん甲子園の思い出ありますか。甲子園の思い出って何、ね、高校野球の時かな。まあ、高校野球でもいいですし、うん、甲子園、そうか、甲子園球場に対してのか、はい、だからこれね、剛甲子園出た関西。はい、あの、ナミさん甲子園何回出られたんですか。僕は2回しか出てない。何回しか出てない。僕4回しか出てないです。あ、4回しか出てない。すいません。そう、だからただの自慢話。で高校生の時って甲子園、あの高校野球のね選抜とかってあるんやけど、あんまり僕正直興味がなかったんですよね、高校野球に対して。あの甲子園に出たいとかっていうのが僕本当なくて、でちっちゃい時は甲子園 の、 あのテレビ中継とか見たことなかったし、なんなら松坂さんの時に初めてその興味を持ったというか、うわすっごいピッチャーおるなっていうレベルやね。へ、甲子園にまあ2回しか行ってないんやけど、で2回行った中です。特にその甲子園に試合やるってことに関して、うわこれが甲子園かって思ったこともなければ、初めてこうヒット打った時に、何万人かな、こう お客さんがうわーっていう歓声を聞いて、ああこれが甲子園かって感じたぐらいで、だからそんなのある。なんかいやいや、もう甲子園はもう高校生がもう目指すべき一番の場所じゃないですか、やっぱり。これがやっぱあの人それぞれやと思うねん、はい、だって、うん、もう今あれですよ、行きたくても行けない高校生は、まあ、ナミさんに向かって今怒ってます、まあまあ、多分。じゃあ俺はあのプロ野球選手になりたかったよ。なるほど。そうだから甲子園に出たかったんじゃなくて、プロ野球選手になるためにはどういう高校に行った方がいいのかとか、どういう大学に行った方がいいのかっていうことを逆算して考えた結果、やっぱり注目されるってなると強い学校、うん、ってなると結局甲子園っていうのがそこについてくるだけで、まあ、もちろん甲子園出たことで注目されたっていうのはすごくありがたいことかなとは思うよね。めちゃめちゃ冷静にあれなんですね、物事をね、高校生普通甲子園ならもう野球始めた時はもうプロ野球選手になりたいから野球始めようって思ったから、もうそれ以外本当に興味なかった。始める時からプロ野球選手になりたいっていう、もうテレビ見てて、あのジャイアンツ戦、福岡ジャイアンツ戦ばっかりやってたんで、うわジャイアンツかっこいいな、そこあいプロ野球選手。ソフトバンクじゃないですか、そこは。いや、ダイヤあの時あのあれかぶってたよ、あの鳥の鷹のヘルメット。そこはソフトバンクじゃないんですね、うん、ちょっとお二人に聞きたいんですけど、その野球始めた時絶対プロ野球選手になりたくて野球始めるじゃないですか。だけど男子の場合って結構こう人口が多かったり、はい、なんかこうやっぱこうそぎ落とされていくというか、うん、っていう中でなんかどのタイミングで本格的にちょっとプロ意識し始めたりするのかなっていうのめっちゃ気になるんですけど。どう強し。いや僕ナミさんとね全然別で、はいはい、僕はもう本当ね甲子園に行きたくてずっと夢だったんですよ、はい、でプロには入れるとは僕自分で全然思ってなくて、はい、で、まあ、高校生、まあ、甲子園行けました。でもうある程度の目標は達成されました、うん、で僕本当は早稲田大学に進学する予定だったんですよ。ほうほうほう、それ興味深いね、はい、
で、とりあえず次の舞台は早慶戦だっていう、僕の、おー、なるほど、六大で野球をやるっていうので、うん、で早稲田にセレクションを受けに行って、でまあちょっとこう、まあ合格っていうか、まあ一応入れるっていうアポもらったんですね、はい、ほんとそれぐらいの時にプロからもあるみたいな、あのこうスカウトの方が来てちょっと話して、うん、え、俺がプロ野球選手みたいな感じになって、でまあ親と相談して、まあ、行けるうちに行った方がいいんじゃないかってことで志望届を出そうかっていう感じなんですよね、はい、プロ野球選手になろうっていう感じで高校生、中学校も高校もやってないです僕は。そこであれですか、そのスカウトの方から言われて、うん、あ、なんかプロ、あ、俺ってプロ野球に入れんのみたいな感じだったんですよ。本当そこですね、意識しだしたのは。どうなんですか、奈美さん。いやー、なんやろ、まあ、小学校の時初めて、まあ、中学校でそのボーイズリーグ公式野球をやって、その時は多分ね、野球人生34歳までやったのかな、一番うまかった中学校の時は。はいはいはい、え、ほんまに、はい、であの中学校の時僕ジャイアンツ球場っていう、あの、ジャイアンツのファームの施設、球場で、はい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 、僕一回中学校の時試合やってるんですよね、うん、で僕その時に中学校で僕放り込んでるんですよ、うん、あのライトスタンドに放り込んでるんですけど、プロ野球入って僕ジャイアンツ球場で放り込んだこと一回もないんですよ。たった1試合中学校で試合やった時に放り込んでて、僕プロ野球で何回もあそこで試合してるのに一本も放り込んだことないんですよ。というのは僕やっぱ中学校は全盛期なんですよ。何の話してるんですか。ね、ね、ほんまにほんまに。だからやっぱり自分が、あ、特別な選手というか、あ、上手い選手、あ、これって可能性あるんだと思った時はもうプロ野球選手ですよね。もうそこしかな、見えてないですから。なるほど。でも絶対プロ野球選手なれるというか、なりたい、なるんだって思ってたのはもうその時だったから、もうずっと意識はしましたよね、中学校の時。すごいですね、僕とはもう全然違いますね、うん、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OBクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。